どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はニューヨークのニューアーク空港に来ております。本日はですね、1月の5日ということで、本日はですね、このニューヨークからユナイテッド航空のね、羽田行きの便がですね、新規就航するということで、本日はね、こちらに乗って日本にね、帰りたいと思います。はい、ということで、羽田からね、このニューアーク空港っていうのは、日本路線は1月の6日かな、新規就航するっていう風になりますんで、まあ、今まではですね、成田空港しかこのユナイテッド航空っていうのは通ってなかったんですけども、これからね、羽田空港からも利用することができるっていう風になりますんで、これからね、さらに便利になると思います。ということで、早速ね、チェックインしていきたいなと思うんですけども、日本みたいにセレモニーとかあるんですかね、ちょっとそこら辺も全然わかんないんですけども、ひとまずチェックインね、していきたいと思います。ということで、行きましょう。ではチェックインしていきましょう。ではチェックインカウンターを探しましょうか。このターミナル C っていうのはユナイテッド航空のね、専用のターミナルになってるみたいで、ここプレミアアクセス、あ、でもスタイアランスゴールド使えそう。あ、違うな、スタイアランスゴールドって書いてない。スタイアランスゴールド、Are you checking in or no? Yes, checking yes. Okay, where are you flying to? 羽田。ではこの先にね、スタイアランスゴールドで入れるチェックインカウンターがあるみたいなんですけど、もしかしたらセルフチェックインなのかな、ちょっとわかんないですね。いや、今回ね、ニューヨークに滞在して思ったんですけど、思ったよりね、マスクしてる人いらっしゃいますね。これは結構驚き。全然いないのかと思ったら、まあ空港はね、当たり前のようにまあいるんですけど、普通にいます。街中もね、結構思った以上にね、してる人いて、まあこっちはね、確かインフルエンザと新しい形のやつが、新しい型のやつかな、はい、発見されたみたいなんで、多分それでかもしれないですけど、思った以上にマスクしてる人多かったですね。ということでチェックインしていきましょう。多分ここでいいのかな。でもスタイランスゴールドのマークは一切ない。まあひとまずここでチェックインしていきましょう。さっきの人が、まあ、この先だよって言ってたんで、ではチェックインしていきましょう。ということで、やはりセルフチェックインですね。日本語はね、ちゃんと選べますね。はい、搭乗券まだ持ってないんで、タッチしてチェックインしましょう。で、予約番号 BE で OK、 E チケット番号入れました。あ、これね、ワクチン接種証明書のことが書いてあります。はい、1433で、これは確認ですね。はい、大丈夫。ああ、なんかダメみたいですね。係員にお伺いください。シューランスグリーンを確認。ああ、コロナウイルスの多分あれがビジットジャパンかなんかの確認がいるのかもしれないですね。ではちょっと待ちましょう。ということで、無事ねチェックインすることができました。今回ね、ユナイテッド航空の羽田便ですね、乗っていきたいと思います。12時30分発ですね。ゲートは 12141J という座席になっております。一応ね、今のところ隣はいらっしゃらない表示でしたけど、どうでしょうか。まだね、3、4時間ぐらいありますね。もしかしたら埋まるかもしれないですね。ということで、セキュリティチェックね、行きたいと思います。一応ね、スタイアランスゴールドレーンみたいなのはちょっと見当たらなかったですね。はい、ということで行きましょう。今ね、ピカピカ機械がしてたと思うんですけど、やはりね、ワクチン接種を見られた感じですね。ということで行きましょう。それではですね、無事、出国と、セキュリティチェックが終わりました。一応ね、 C の131っていうゲートなんですけど、一応ゲート見てからラウンジ行きたいと思います。アメリカってセレモニーとかやるのかな。やらなそうですよ。日本はやりそうですけどね。はい、ひとまず C の121行きましょう。昨年の7月ぐらいにね、ここからボストンに行きました。確かここだったと思います。なんとなくね、見覚えがある場所ばっかりなんで、多分その時以来ですね。いやね、セキュリティチェックね、結局ゴールドトラックプレミアアクセスを使わせてもらえたんですよ、スタイアランスゴールドで。やった方がいいですね。はい、めちゃくちゃ並んでおりました。
あ、アクティブテーブル補正がかかってる。ちょっと待ってくださいね。いや、なんか自分の顔でかいなと思ったらすいません。アクティブテーブル補正がかかっておりました。めちゃめちゃ顔近かった。ということで、ひとまず確か一番奥だったと思うんですけど、スタイラスゴールドで入れるラウンジに行きたいと思います。あ、じゃあゲートを見てからね、ラウンジに行きたいと思います。ということで、121ゲートに着きました。私131って言ってたかもしれないですけど、ちょっと間違えてましたね。はい、ということで、東京タワーのマークとマイクと準備されてますね。これはこれからあるのかな。ありそうですよね。ちょっとこれは後で聞いてみましょう。やっぱりやるんだ。もうやった後かもしれないですけどね。はい、でもね、まだフライトまで結構あるんで、ちょっと聞いてみましょう、何時から始まるのか。ということで、ちょっと聞いてみました。やはりね、セレモニーはあるそうなんですけど、12時なんじゃないかみたいな。ね、残念ながら知らないみたいなんで、フライトがね12時半とかだったんで、ボーリングタイムがですんで、11時半ぐらいにちょっと戻ってきましょうかね。はい、ということで、やはりねセレモニーはあるみたいなんで、ちょっと見ていきたいと思います。ということで、ラウンジに行きたいと思います。多分スタイランスゴールドで入れると思います。では行きましょう。はい、ということで、シャワールームね入ってまいりました。空港の中めちゃくちゃ暑いですね。はい、ちょっと今ね、ヒートテックとか下に着てるんですけど、ちょっと脱ぎたいと思います。非常に暑い。まずこのラウンジはスターラーズゴールドで入れるね、ユナイテッドクラブになっております。多分ね、一番奥のね2階にある場所だと思うんですけども、まあ、普通にねスターラーズゴールドでもうチェックインの時にね申し出たら、そのままプレミアアクセスとこちらのラウンジで、ね、使えるようになっているということで、バーコードねかざしただけで入れさせていただきました。特にねスタイランスゴールドのカードも見せておりません。チェックインの時にはね見せましたけど。で、ここね非常に綺麗で気持ちがいいですね。はい、でお手洗いがあって、奥にシャワーブースがあると。でここにタオルがあって、ここにねもう一個タオルがあると。いいですよね。はい、 JFK のねシャワーブースよりかなり綺麗ですね。はい、ということで、ちゃちゃっと、入りたいと思います。シャワーはね全然利用している人いないみたいで、はい、空いてるみたいですね。ということで、浴びちゃいたいと思います。これから14時間半、しかも今回はエコノミークラスということで、ちょっとね久しぶりの14時間のエコノミークラス、ビビっております。ということで、行きたいと思います。すいません、肝心なシャワーブースの部分を見せてなかったですね。はい、こちらねすごいですよね。可動式と固定式両方止まって、ちゃんとシャンプー、リンス、ボディーソープ全部ね揃ってるんですよ。これはねなかなかいいですよね。確か JFK のラウンジのシャワーはこんなにちゃんとしてなかったと思うんで、ありがたいですね。ということで、シャワー上がりました。いやー、14時間半ぐらいのフライトがねこれから待ってますんで、ありがたいですね。はい、でこのシャワーはねおしゃれで非常にかっこよくていいんですけど、固定シャワーと可動シャワーの切り替えがうまくできないっていうね、ちょっと残念ポイントがありました。まあ、ちょっとこれブースによるかもしれないですけども、まあ、こんな感じになります。ひとまずねワックスも落とせたんで、しばらくラウンジゆっくりしつつ登場ね待ちたいと思います。一応11時半ぐらい、あと1時間半ぐらいでね行きたいと思います。こちら食べ物エリアです。フルーツとソースといろいろあります。あとベーコンとかお肉もありますね。あとパンと、あとはオートミール、あとこれがオレンジジュースとアップルサイダーですね。で、何でしたっけ、マフィン、あとバーガー類とかベーグルとかもあります。あ、ここに並んでるものがこの左の方にある感じです。ということで、いただきましょう。で、こちらにソフトドリンクと、あとなんだっけ、ポテチとかもありますね。はい、かなりの種類から選べます。で、あとこれは氷かな、これは違うのか。あとコーヒーマシンとかもあります。ビールの種類もねすごいたくさんあるんですよ。ブルックリンラガーからブルームーンとかめちゃめちゃたくさんありますね。
ということでいただいてまいりました。オレンジジュースと、あとはハンバーガーみたいなのとトマトとブルーベリーいただきました。いや、このラウンジは本当にいつ来てもいいですね。食事もある程度あるし、お酒はビールだけですけどね、無料でいただけますんで、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。ということで、このチーズハムバーガーみたいな朝食でいただきます。こんな感じ。一応チーズとハムと卵入ってますね。ではいただきます。おいしい特にチーズの塩気しか感じないんですけど、非常に美味しいですね。オレンジ生絞りっぽいですね、うん、美味しい。ということで、こちらにですね、あと1時間半ぐらいですかね、はい、ゆっくりさせていただいて、じゃあセレモニーをね、見逃さないように。セレモニーっていうセレモニーなのか、あとプラスして、まあ英語だろうから聞き取れないっていうねまあひとまず、それに合わせていきたいと思います、うん、ということで、もうしばらくゆっくりさせていただきます。それでは時刻は11時33分になりました。今ねゲート121番のところに来たんですけども、やはりねセレモニーは行われるということで、なんかチップスとかね、あとお水とかもね奥に用意されてるんで、多分もしかしたらもらえるんじゃないかななんていうふうに思っております。でなんかね関係者みたいな人たちもねいます。はい、ちょっと本当に関係者なのか分かんないですけども、はい、結構いらっしゃってるんで、これからね、行われると思います。ちょっとね何時に開始になるのか分かんないんで、ひとまずここら辺で待っていたいと思います。My name is Cyrus Safari. I'm with the United Teams here with customer service. We wanted to be the first to welcome you on board this inaugural route to Haneda. This route has been about 3 years in the making for us. There was a little bit of delay because of the COVID, but we are back and we are extremely excited to launch this route today. So thank you all for being our launch customers. We appreciate it. Thank you for joining us.Turned over to some entertainment. Thank you. Good afternoon, everybody. Thank you for flying us today. My name is Kevin Yotsuji. I represent entire United Sales team. We are really excited at this new flight to Tokyo Haneda. We have been awaiting this new flight since March of 2020.So today we are having almost 210 passengers on this flight. We are so pleased with our passengers on this flight. Today, in order to celebrate this new flight in Japan. First chorus. Okay, is that okay? Yes. Okay. 小3の頃からなぜだか。はい、ということで無事ねセレモニーが終わりました。いや、まさかね、はい、上村沙羅さんの歌声を生で聴けると思ってなかったんで非常に嬉しいですね。ということで本日乗る機体はこちらです。ユナイテッド航空777だと思いますね、はい、今回エコノミークラス14時間半のフライトということで、大丈夫ですかね。久しぶりですこの長距離フライトで、特にね非常口座席でもない、しかも今回ね窓側が取れなくてですね、通路側になってしまったので、ちょっと外の映像とかねお見せすることができないんですけども、ちょっとこの点はねご勘弁いただければなと思います。今回ねユナイテッド航空の、マイルで発券しております、3万6500マイルかなり安いですよね。プラス燃油サーチャージはかかりませんので、750円初費用でかかってるだけで、今回ね発見できているっていう風になりますんで、いやユナイテッド航空ね、いやすごいですね、はい、オフピークで発見できればかなりねお得に利用することができますので、14時間半のフライト、
めちゃくちゃいいですよね。はい、ぜひユナイテッド航空のマイル貯められている方はこの路線ね、利用してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、あとね20分ぐらいあると思いますんで、この辺でね、待機して搭乗していきたいと思います。ということで12時半になりましたので、そろそろね搭乗が開始になると思います。まだねセレモニーが終わったばっかりで、まだね興奮さまやらる会場の状況なんですけども、おそらくもうそろそろ、開始になると思いますということなんで、今回グループ1で、搭乗できるみたいなんで、はい、搭乗していきたいと思います。これも多分スターアライアンスゴールドは右って書いてあるんですけど、私はなぜかねグループ1って書いてあるんですよね。わからない一応プレミアアクセスになってるからかもしれないですね。ひとまずこれで待ちたいと思います。Welcome, safe travel. では搭乗いたしました。さあエコノミークラス14時間半どんなフライトになるでしょうか。41J. Hello, sir. Welcome aboard. Yes, right here to the right. Welcome. Thank you. ああ、これがユナイテッドのポラリス、なんだっけ、ユナイテッドポラリスですね。いやー、いつか利用してみたい。これをね、ずっと利用したくて、いまだに利用できておりません。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、めちゃくちゃかっこいい。でこれがプレエコですね。ここはプレエコ。ここからエコノミークラスです。41-J なんで、さらに先。こんにちは。41。ここですね。ということで無事ね、登場いたしまして席に着きました。モニターがあって、USB Type-A があって、ここに今回トリプルセブンダッシュ200ですね。はい。あとは機内サービス、機内販売とかあるのかな。はい。で、アメリカのマイレージプラスカードのやつですね。で、シートピッチは結構狭いですね。はい。まあこんなもんでしょう。で、この水はですね、今回のセレモニーでいただけました。で、チップスもね、もらえたんですけども、あれはね、ちょっとエビっていうことなんで、私はね、失礼させていただきました。で、足元はこんな感じ。いやーこれはそんなに広くないですね。今のところお隣さん空席っていう話ですので、もしかしたら埋まったら入ってくるかもしれないですけども、まあ埋まらなかったらね結構楽に行けるんじゃないかなっていう感じですね。はい。ということで、まあひとまずねこちらで14時間半のフライトとなります。反対側はこんな感じですね。どうでしょうか。まあお広くはないですけども、はい、こんな感じになっております。今ね一番最初に搭乗させていただきましたんで、しばらくね搭乗までしばらくね飛行機動くまでかかると思いますけども、ゆっくり待ちたいと思います。いやー14時間半久しぶりですね、こういった座席で。でもまあ思ったよりね足が思いっきり伸ばせるんですね。はい、うん、これはいいですね。ということでもうしばらく待ちたいと思います。それですね、私は 41J という座席です。今ねまだお隣もお隣のお隣もいらっしゃらないんで、外はねこんな感じです。はい、こんな感じになってます。隣もね、まあ、このターミナルはユナイテッドオンリーなんで、ユナイテッド航空の飛行機が止まっております。乗車率はどんな感じなんですかね、ちょっとわかんないですけども、まあ、ここら辺とかもね私が見た時はほとんど空席だったんですけど、ここはねあれなんですよ、300ドルぐらいね追加で取られる先なんですよ。このエコノミープラスって高いですよね。日本だとね非常口座席で普通にエコノミーで取れるんですけど、ここを指定しようとするとプラス200から300ドルぐらい、まあ、かかって、まあ、快適に過ごせるみたいな、そんな感じになってるんですよね。ということでもうしばらく待ちましょう。それではドアが閉まりました。なんとお隣さんはねいらっしゃらないということで、ありがたいですね。ということで13時間45分のフライトみたいですね。ちょっといつも14時間ぐらいかかってると思うんですけど、ちょっとなんかあんのかもしれないです。ということで隣もいらっしゃらないんで、ある程度楽に行けると思います。
we appreciate your attempt to demonstrate the safety of this aircraft. FAA regulation requires you to follow the instructions of the crew member and comply with cluster flight signs. Hey, wait. Oh, you don't have enough time. It's important to have your seatbelt on at all times. Just fasten your seatbelt, slide the metal ends into the buckle. Tighten the middle end of the strap with the buckle fairly. When the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tied across your waist. In case of unexpected turbulence, keep your seatbelt fastened, even when the seatbelt sign is out. And clear, and this is like you're fastening your seatbelt. The shoulder strap and facing the metal fitting over the lock and pulling on the strap until it clicks. The shoulder strap must be secured for taxi, takeoff, and landing. To release, push down on the metal fitting and lift. Please take a moment to look around in order to familiarize yourself with the aircraft. This Boeing 777 has 8 exit doors, 4 on each side of the aircraft. If the doors are open in an emergency, the slide rafts will automatically inflate. In a water landing, slide rafts are kept from the aircraft and are used as life rafts. All 8 exits are marked with a land sign. As you locate the 2 exits here for speed, remember, they may be behind you. If you must evacuate the aircraft, exit path lights on or near the floor will illuminate and guide you to the exit. Look for a change in color or an exit sign to indicate that you've reached an exit. Leave all carry-on bags behind. Please return to the safety part near your seat for the operation of the exit doors on this aircraft. Necessary, an oxygen mask will drop from above your seat and ceiling compartments in the lavatories. If a strap appears, pull down on the strap to access your mask. Firmly pull the mask to extend the plastic tubing and start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, slip the elastic band over your head, and tighten the straps. The bag may not be plate while oxygen is flowing. Make sure your mask is secure before helping others. If you need it, you'll find a life vest equipped with a water access light and a pouch under, between, or next to your seat. When directed, pull the tab to remove the pouch. If present, remove the strap from around the pouch. Tear open the pouch, remove, and unfold the vest. Slip it under your head, wrap the belt around your waist, and secure it to the buckle in front. Pull the loose end to tighten. Complete your vest just prior to exiting the aircraft by pulling down sharply on the red tab. You can also place the vest by blowing into the tube. This aircraft is also equipped with infant life vests, which will be distributed if necessary. Smoking of any kind, including e-cigarettes, is never allowed on the aircraft. FAA regulations prohibit tampering with, disabling, or destroying laboratory smoke detectors. U.S. law also requires passengers to comply with lighted signs and crew member instructions. Make sure you switch your smartphones, tablets, and e-readers to airplane mode. Taxi, takeoff, and landing. Large electronic devices must be turned off and stowed. For international destinations, the flight attendants will advise you if it's necessary to turn off and stow your flights. We'll be taking off soon. Please review the safety card located near your seat. Store your tray table, food and beverages, carry-on items, headrests, and footrests. Make sure your seatback is upright and your seatbelt is securely fastened. Please place your personal items under the seat in front of you. At United, we're connecting people, uniting the world and doing it safely. From all of us, thank you and enjoy our flight. ということで、機内安全ビデオが終わりました。今ね、ちょうど空気が動き出してるぐらいですね。もうしばらくすると離陸になります。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。それでは間もなく離陸になります。今回ね、初便ということで、もっとね、乗車率ね、低いと思ってたんですけど、70% ぐらいで乗ってますね。ほとんどの席が、まあエコノミークラス343なんですけども、ほとんどね3列シートには2人、
まあ、4列シートには2、3人、まあ、乗られてるっていう方で、思った以上にね、座席はね埋まっておりますね。まあ、正直もっとねガラガラを予想しておりました。庶民っていうことなんでね。ということでもうしばらくしたらリープになります。でモニターもですねこんな感じでちゃんとね日本語表記もできますし、エンターテインメントとかねテレビリラックスモードとかね、できますんでバッチリですね。映画とか何入ってるんだろう。あ、日本語っていうのも選べる。アメリカンスナイパーカーズ、結構いろんなものが見られますね。いいですね。こんな感じで、利用することができます。機内 Wi-Fi ね、あの利用することができるんですけども有料ですね。8ドルか10ドルって書いてあったんで、ちょっと後でねあの料金はどのぐらいで8ドルなのかちょっと確認しておきたいと思います。多分フルフライトだったらもうちょっとすると思うんですけどね。はい、っていう感じです。ということで無事ね離陸いたしました。お隣の方がね非常に友好的な方で離陸と取らせていただきました。ありがたいですね。ニューヨークはね霧がすごくてもう速攻外見えなくなるんじゃないかな。まあすごく本当にこれ今レンズで映ってる本当にちょっとしか見えないぐらいしかね外は見えないですね。あ、すごく、あ、これも雲の中入った感じですかね。はい、ということで13時間50分のフライトですかね。楽しんでいきたいと思います。それではね先ほどの Wi-Fi の画面なんですけど、このね Wi-Fi っていうのは、無料ではなくてお金がかかるんですね。あのメッセージっていうね SMS は無料みたいですね。ということでいくらなんだろう。高いのかな。あ、安い。5ドルもしくは1000マイルってことなんで安いですね。E メール、ソーシャルメディア、メッセージ、まあ、ちょうどねマイル残ってますんでマイルで行っちゃいますか。5ドルは1000マイルって600円ぐらいなんでまあでもマイルは結構あるんでマイルで行っちゃいましょう。あ、1時間1000マイルなんですね。フルフライトだと21ドルは4400マイル。いや、安いなと思ったんですよね。そんな安くはないですよね。はい、ということでやめときましょう。いや、さすがにね、1000マイルでね、フルフライトだったらね、全然いいなと思ったけど、4400マイルです。さすがにあれですね。でね、なんか、スケジュールみたいなのが載っておりまして、機内食があってまた軽食がね到着前にあるっていう感じで、いや、ありがたいですね。はい、あ、今からドリンクサービス始まりみたいですね。ということで待ちましょう。それでは機内サービスが始まりました。いい目にしましょう。ステラビいただきます。機内食入れそう。どんな感じの機内食か、ちょっと楽しみですね。ゆっくりいただきます。おー、揺れてます。結構揺れてます。ではいただきましょう。かなり揺れてますね。飲み物はね、ビール追加しました。
クラスでお酒はどれぐらい無料だったかちょっと覚えてないんですけど、確か大丈夫です。やばい。めちゃくちゃ揺れてますね。最悪のタイミング。いや、めっちゃ揺れてます。前の席とかね、あの隣とかがプレミアプライオリティエコノミーっていうね、ちょっと高い席なんで、一応ねサービスは僕エコノミーなんですけど、ちゃんと分かれてるんですね。先にドリンク出して、先にあの機内食出して。そういうのをねちゃんとやってるってびっくりしました。なんかタイミング違うなと思ったらそういうことだったということで、いただきます。非常に美味しいです。未だに何なのかよく分かんない。これ何なんだろう。こっちではねサラダとかにもよく入ってるんですけど、これの上になんかチキンがね乗ってる感じです。体に良さそうで美味しい。これはサラダ。思った以上に甘い。これなんて味付けするのがいいかちょっと分かんない。甘酸っぱいソースみたいな。でも美味しいです。さっきから揺れがひどくてちょっと怖いです。あとは歯です。歯はね、あったかくない。何パンだ。このこんな感じのパンです。もっと硬いのを想像したんで、思ったより美味しい。まあこんなところでしょうか。あとこの。いただきました。でもちょっとレビューのために先に食べちゃいます。うん、あこれ美味しい、ね、こんな感じのクランキー、クッキーの周りにクランキーがついてるみたいな感じでめっちゃ美味しいです。ということでまたゆっくりいただきたいと思います。めちゃめちゃ揺れてるんでちょっと急いで食べたいと思います。それですね、残り6時間半のところで、あんまりよく見えないチーズサンドと飲み物がね提供されました。ちょっとね寝るつもりなかったんですけど気がついたら寝てしまいましたね。はい、ということでチーズサンドをいただきたいと思います。チーズサンドと一緒にレモンデメも入ってますね。ということでいただきましょう。ではビール、ビールいただきます。
座席のなんていうんですか、足伸ばすところは結構深いから、足伸ばすのはね結構深いので、思った以上にね楽ですね、うん、まあ、ちょっとね前の方は座席を倒すと結構反感もねあるんですけども、まあそんなでもないから、まあ、結構画面は近いですけども、まあ自分も倒せばいいんですけど、なんかね気使っちゃってなかなか倒せないっていうことでしょう。まあこんな感じです。お手洗いに来ました。まあ今回ねエコノミークラスということで、タオルとティッシュとハンドソープで手洗うところとゴミ捨てるところですね。はい、あとはおむつ台ですね、はい、あとはお手洗いがあって、やはりねユナイテッド航空ということでウォシュレット等々は付帯してないですね。はい、こんな感じになっております。あとね残りフライトは6時間ぐらいということで、ちょっとねあの寝るつもりはなく寝てしまったので、ちょっと歯磨きだけして休みたいと思います。それではあと1時間半のところになりました。ユナイテッド航空の飛行機にはこういうクルーオンリーの、これはお手洗いですかね、あるんですね。これは初めて見ましたね。今ねちょうど朝食がね配られております。まず卵とお肉とチーズだと思います。はい、はい、ちょっと味が濃いかと思ったけど、これは塩コショウ品で美味しいです。3連チャンでずっとビール飲んでますね。日本だとなかなか海外のビールって飲めないんで、一回捨てないただきます。はい、ということであとね1時間ぐらいで羽田空港に到着します。やっぱり羽田空港に到着するっていいですね。はい、ということであとゆっくりねいただきたいと思います。ということであと10分で羽田空港に到着となります。先ほどね、機長から職員のご搭乗ありがとうございますというねアナウンスもありました。なんだかんだね14時間近くのフライトはね終わろうとしています。いや思った以上にそんなにきつくなかったですね。もっときついかと思ってたんですけど、やはり通路側っていうことでそこまで辛くはなかったですね。はい、ということでもう間もなく到着となります。いたしました。初便到着でございます。いやいいですね。おそらく今日日本からの出発便でもセレモニーが、ね、行われるのではないのかなと思います。では飛行機が止まるのをもうしばらく待ちたいと思います。
Thank you. ということで無事ね羽田空港到着いたしました。ということで今回ねニューヨークニューヨーク空港から羽田のねユナイテッド航空の131便初便に乗ってね羽田空港到着いたしました。いや久しぶりにね日系以外の航空会社で日本に帰ってきた感じがして、またねあの日本のサービスはねやっぱり全然違いますんで新鮮で良かったですね。はい、やっぱりあの日本のサービスってすごいなっていうのがね、はい、やっぱり感じられますよね。もうあの飲み物一つ渡すにしてもね、あの機内食一つ渡すにしても、あの対応にしてもね、やっぱりね日本のサービスってすごいですよね。なんか相手を不快にしないようにっていうか、なんか本当に一つ一つがね丁寧ですよね。はい、別にあの今回ねそれが不満だったとかそういうわけではなくて、やはりあの外資系の航空会社ってこういうもんなんだなっていうのをね久しぶりにあの思った感じですね。またねあのこのユナイテッド航空の便に限ってはですね、今日本から直行出てるの多分ユナイテッド航空だけだと思うんですけど、やはりね毎回思うんですけども寒いです機内まあ今回ね冬ですんで寒いんですけども、それに上にしても寒いです。はい、ですんでねこの路線乗る方はねあのコートねもしくは北海道とかね用意してきた方がいいかもしれないですね。まあ、私はね結構あの厚着の服を着てるんでそんなに大丈夫だったんですけど、結構ねコートダウンジャケットダウンコート機内でわざわざ着てる方いらっしゃるぐらいね機内寒かったんで、まあ、中にはねガタガタ震えてる人もいてちょっとかわいそうだなって思う部分もねありましたんで、この点はね本当に注意してください。 ANA と JAL だとねそんなに寒さねそこまで感じないんですけども、本当に今日は寒かったですね。ですんでね、あの今後利用される方ね、羽田から直行出るということで利用される方かなり多いと思うんですけども、この点は一番注意ですかね。はい、まあそれ以外はまあ特にはないですかね。はい、フライト自体はね非常に楽しくエコノミークラスだったんですけども、まあ、私はねあの幸い通路側っていう風になりまして窓側はちょっと取れなかったんですけども、まあ、通路側であればですね今いつでもお手洗いも行けますし、またねシートビッチね言った通りねちょっと狭めだなと思ったんですけど、まあ、足はね伸ばせたんで結構快適でしたね。はい、久しぶりにね14時間のフライト13時間50分なのかな、はい、正確には久しぶりにエコノミークラスね登場いたしましたけども、エコノミークラスはエコノミークラスでいいですね。はい、ということで今回ですね、他になんか言い忘れたことないかな、大丈夫かな、いや本当にね予想以上にね快適で、結構ね久しぶりの長時間のエコノミーでちょっとビビってたんですけど、いや全然余裕でしたね。はい、まあ、お隣さんいなかったのもね結構でかいのかもしれないですけどね。ということで今回ねニューヨークからユナイテッド航空の初便に乗って羽田空港に帰ってまいりました。本当にね、ご視聴いただいてありがとうございます。ということで私はねあの荷物をね手荷物宅配で送って家に帰りたいと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。おそらくフライトレビューが最後の動画になります。ありがとうございました。